シーズン開幕まであと1ヶ月ほど。島根スサノオマジックの選手やコーチなど27人が今日出雲大社を訪れ、スサノオの御事が祀られている蘇我の社で必勝を願いながら手を合わせていました。昨シーズンは西地区4位に終わり、チャンピオンシップ出場を逃したスサノオマジック、新加入のメンバーも加わり、今シーズンこそは悲願の初優勝を目指します。まず B リーグ制覇、改めて今シーズンしっかりチーム一丸となって戦うぞという気持ちになりました。個人的に、こう出雲大社に来るのが結構久々で、こう来てすごいいいなって思いましたし、プレシーズンも始まるんで、しっかりと、呼吸を合わせて、はい、チームで、ね、今できることをやって、いい準備して開幕に臨みたいなと思います。スサノオマジックは来週金曜日にホームで韓国のチームとプレシーズンゲームを行い、来月5日にはシーズン開幕戦を迎えます。